こんにちは、かよです。今日は韓国版アットコスメファヘで口コミ1位のスキンケアだけを使って正直レビューしながら夜のスキンケアをしていきたいと思います。では早速始めていきます。まずは洗顔フォームです。こちら B プレーン緑豆弱酸性クレンジングフォームです。ファヘのクレンジングフォーム部門では現在第1位、口コミ評価は 4.44 と高評価です。2020年に引き続き2021年も早速登場してしまってごめんなさい。こちらのすごいところは乾燥肌、脂性肌、敏感肌の方などどんなお肌タイプの方でもお肌のタイプに合ったおすすめの成分が含まれているため、お肌タイプに問わずどんな方でもおすすめしたい洗顔フォームです。テクスチャーはこんな感じで柔らかめのスクラブのようなタイプです。では顔を洗ってみたいと思います。こんな感じで弱酸性の中では泡立ちも割といい方だと思います。洗いながら香りも緑豆のいい香りが結構してきます。細かい粒が入っているんですけども、敏感肌の私でも刺激となる感じは全くないです。では洗い流したいと思います。では今洗い流してきました。今まだ何もつけてない状態なんですけれども、さっぱり感はありながらも突っ張って早くなんかつけなきゃという感じではないです。これを使うようになってから本当にニキビやトラブルの頻度が減ったので、スキンケアの基本はやっぱり洗顔なんだなと改めて実感した個人的に本当に感謝している人生アイテムです。私は普段日焼け止めだけ塗ることが多いので、こちらの洗顔1回だけで綺麗に落とせるのも気に入っています。続いてミストです。こちら CNP プロポリスアンプルミストです。ファエのミスト部門では現在1位、口コミ評価は 4.23 と高評価です。こちらもベストスキンケアで紹介させていただいたんですけれども、本当に大好きなミストです。普段はメイク直しやメイクのツヤ出しの時に使うことが多いんですけれども、洗顔後子供の面倒を見ていて自分のスキンケアがすぐにできない時などはひとまずこれを吹きかけて乾燥を防いでいます。こちらのミストはプロポリスを配合しているため保湿力が高く弾力のあるツヤ肌にしてくれる効果があります。テクスチャーなんですけれども、こんな感じでかなり細かい霧状になっていて、お顔に水滴感が全く残らないです。粒子が細かいのでメイク直しにも安心して使えて、こちら吹きかけると本当にツヤ肌になるのでおすすめです。香りは蜂蜜のような甘い香りがします。私の好きな点はとにかく保湿力が高いのと噴射の霧が細かいという点です。ミストで比べるとこちらのダルバも保湿力は高いんですけれども、霧の感じは CNP の方が微細な霧が出てきます。こちらはスキンケア前の保湿としてもおすすめですが、個人的にはメイク直しやベースメイクのツヤ出しのように使うのがおすすめです。続いて化粧水です。こちら B プレーンカモミール弱酸性トナーです。ファエの化粧水部門では現在1位、口コミ評価は 4.43 と高評価です。こちらも本当に大好きな化粧水で、こちらはリピして2本目となります。こちらは精製水の香りにカモミール化エキスを 80.6% 配合していて、保湿はもちろんなんですけれども、お肌の鎮静やリラックス効果のある化粧水となります。テクスチャーはこんな感じのシャバシャバタイプとなります。私は普段コットンなどは使わないで手で摩擦がないように優しくなじませるようにしています。こちらお肌になじませるときに若干のとろみのような柔らかい感じがあって、ブースターのようにスーッと馴染んでいきます。でも浸透した後はお肌が本当にふっくらもちもちとなります。香りもほぼ無臭に近いです。乾燥肌の私は1回だけだと少しサラッとして物足りない感じがあるので、いつもだいたい3回ぐらい重ねて使うようにしています。こちら使ってみた感想としては、こちらは本当に保湿鎮静のバランスが良く、すごく使用感がいいです。ニキビやトラブルなどで荒れた敏感なお肌に使っても染みることが本当に一切なく、優しくお肌を整えながら鎮静してくれる感じが気に入っています。こちらどんなお肌タイプの方や季節を問わず負担なく使っていただける化粧水だと思います。続いて美容液はこちら、トリデンダイブイン低分子ヒアルロン酸セラムです。ファエの美容液部門では現在第1位、口コミ評価は 17,931 件中 4.44 と驚異的な人気のアイテムです。こちらは3秒セラムというキャッチコピーがあるんですけれども、塗って3秒後には本当にお肌がもちもちのプルプルになる感じで保湿力が高いです。テクスチャーはこんな感じでサラッとしながらも少しとろみがあるタイプとなります。馴染んだ後お肌がまだペタペタしてる感じはあるんですけど、ベタついたりヌメヌメしたりっていうのは全くないです。お肌に浸透した後は内側から水分が溢れるようなふっくらもちもち肌となります。香りも一切ないので使用感がとてもいいです。こちら使ってみた感想としては、私が今持っている美容液の中でも本当に保湿力が高くて、保湿力だけで言ったらこちらナンバーワンなんじゃないかなと思うぐらい潤い感がすごいです。長時間全く乾燥せず内側から水分を含んだお肌となるので、インナードライの方にもおすすめです。お値段も割とお手頃で成分も優しく、保湿の効果を本当に実感することができるので、これは
本当に人気の理由がわかると実感するアイテムです。続いてクリームです。こちらラウンドラップ白樺水分クリームです。ファエのクリーム部門では現在1位、口コミ評価は 4.32 と高評価です。こちらの容器はファエ限定の 100ml のチューブタイプとなるんですけれども、通常は 80ml の容器タイプとなります。こちらの白樺クリームは水分バランスを維持する効果のある白樺樹液と保湿効果のあるビタヒアルロン酸が含まれています。テクスチャーはこんな感じで、ほんのり青い軽めの水分クリームという感じです。伸びがかなりよくスルーっと馴染んでいきます。中に小さなコラーゲンカプセルが入っているので、より潤いのあるお肌となります。塗ると自然とコラーゲンカプセルは馴染んでいきます。こちら使ってみた感想としては、さっぱりとした使用感ながらもインナードライも改善して、保湿力が本当に高いアイテムだなと実感しました。個人的にはすごく使用感が良くて気に入っているアイテムです。さっぱりめのテクスチャーが好きだけど保湿力もしっかり欲しいという方にぜひおすすめしたいクリームです。ではお顔のスキンケアは終わったので、番外編としてボディケアとヘアケアの1位の商品を紹介していきたいと思います。ボディローションはこちら、イリユンセラマイドアトローションです。ファエのボディローション部門では現在第1位、口コミ評価は 14,43 件中 4.42 と本当に大人気な国民アイテムです。こちらは最初口コミ1位だったので何気なく購入をしてみたんですけれども、あまりにも使用感が良く、こちらを使ってから体の乾燥やトラブルが本当に全部なくなったので、これは私のなくてはならない人生アイテムとなりました。こちらはちなみにリピして2本目となるんですけれども、あまりにも良かったので今回大容量を買いました。中が真空となっているので最後の方量が少なくなってきたら蓋を開けて逆さにしてこんな感じで取り出さなきゃいけないこともあると思うんですけれども、こちらに関してはそのようなことが一切なく、最後の一滴までこのままポンプで使い切ることができます。テクスチャーはこんな感じで、さらっとした水分クリームっぽいテクスチャーながらもしっとりと保湿をしてくれるタイプとなります。もう肌なじみがスルーっと良くて、すぐにお肌に浸透していきます。ペタペタしたりすることも全然ないので、この後すぐにお洋服を着てもペタついたり張り付いたりする感じが全くないです。あとは香りも一切ないので全身負担なくたっぷりと使うことができます。こちら使ってみた感想としては、ボディーローション難民の方にはぜひ一度試していただきたいおすすめのアイテムです。体も粉を拭くぐらい乾燥肌で、しっかりちゃんと体も保湿をしないとすぐブツブツができたり赤みが出たり痒くなったりするタイプなんですけれども、今まではこちらのセタフィルが使用感が良くてもうずっと何年も使っていたんですけれども、こちらのセラミドアトローションを使ってからまたセタフィルを使ったら、もうセタフィルには戻れないなと思ってしまいました。お風呂上がりってすごく寒いので、バーッと塗るのもスピード勝負だと思うんですけれども、こちらはささっとすぐにお肌に浸透して長時間潤いも続くので、こちらは特に冬には本当に欠かせないアイテムです。最後はヘアケアです。こちらミジャンセンパーフェクトセラムオリジナルです。ファエのヘアエッセンスオイル部門では現在1位、口コミ評価は 3.97 となっていました。こちらは韓国のヘアケア部門7年連続で1位を獲得しているアイテムで、国民ヘアオイルと言われるぐらい人気があります。7種のオイルが主要成分となり、髪質やお悩みによっていろんな種類を選ぶことができます。テクスチャーは少しとろっとしたオイルタイプとなります。髪になじませるとベタつき感なく毛先がまとまってくれます。こちらはドライヤーする前の濡れた髪に毛先を中心になじませて、乾いた後に仕上げにつけてもよりツヤ感や毛先にまとまりが出るアイテムとなります。フローラルな香りがするんですけれども、全く強くないので香りに敏感な私でも全く問題なく使えます。こちら使ってみた感想としては、今まで日韓問わずいろいろなプチプラから少しお値段のあるヘアオイルやエッセンスまで使ったことがあるんですけれども、正直ミジャンセンがコスパが最高だと思いました。もうこちらは本当にこのお値段でこのクオリティというぐらいコスパがいいので、もうずっと何年もリピをしている人生アイテムとなります。ヘアオイル難民の方にはぜひおすすめしたいアイテムとなります。ではここまでファヘ1位縛りの正直レビューしながら夜のスキンケアを紹介させていただきました。今回の企画は視聴者様からのコメントを参考に作らせていただきました。いつも皆様のコメントが次の動画を作るモチベーションとなっています。本当にありがとうございます。こちらの動画が参考になりました方、高評価やコメントを残していただけるととても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。